はい、こんにちは、レトスの小野です。10月10日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強はしてるけれども実力が上がらない、そんなお悩みないでしょうか。そしてこのお悩みっていうのは相談の中でもトップ3に入るご相談内容なんですね。なので多くの方が悩んでいると思います。で、そもそも勉強してて実力上がらない、これの根本的な原因なんですけれども、市販の解説書とか過去問集の解説、これに原因があるんですね。また予備校で教える内容だったりとか通信講座の教材、これも含めてやはり解説が少し分かりにくいんですね。こういったことも原因として挙げられます。具体例があったらもっと分かりやすいのに、考え方や答えの導き方が書いてあったら応用問題も解けるのに、そういったものたくさんあるんですね。で、こういったことは書いてないから、独学だとそういった部分を専門書だったりとかネットとかで調べて理解する必要があるんですね。もちろん時間はかかりますけれども、これをやらないと全然実力上がりませんので、専門書で理解したりネットを使って理解する、これは絶対やらなきゃいけないんですね。だから時間をかければ調べることはできると思うんですよ。でもこの時期になると調べる時間ももったいないですよね。この調べる時間を削減して具体例や考え方まで記載してある講座が今開講している短期集中実用カップ講座なんですね。で、この講座は中卒で法律知識が全くゼロ、そういった方でもたった3ヶ月で一発合格した実績もある講座なんですよ。で、これ以外の方でも7月から受講して3ヶ月で合格した方いらっしゃいます。なのでやり方を間違えなければ十分今からでも合格できるっていうことなんですね。なので今年絶対合格したいっていう方は短期講座ご検討いただければと思います。今日の24時までが最安値価格となります。明日になると値上げとなりますので、その点ご注意いただければと思います。短期集中実用カップ講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 A が所有する公建物に塀を設置するために、 B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は公建物を C に賃借し、 C が占有しているときに工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。B は瑕疵を作り出したことに故意または過失がなければ D に対する損害賠償責任を免れることができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。問題文の状況からいくと、A が所有する公建物があって、これに塀を設置するため、請負業者 B さんに任せたんですね。なんで B さんは請負業者です。そして A さんがこの建物を C に貸したわけですね。つまり C が占有者という状況です。A さんが所有者で、これを C さんに貸したから C が賃借人ですね。占有者です。で、こう塀があるんですけども、この塀っていうのは A さんは B さんに請負任して B さんが作った塀だということですよね。そして工事の瑕疵で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまったと。工事に瑕疵があったんですけども、これっていうのは故意でもなければまた過失でもないってことなんですね。つまりこの工事業者 B さんっていうのは故意も過失もない、そういった状況だということです。その状況で B さんは D に対する損害賠償責任を免れることができるかと聞かれているんですけども、これはできるんですね。そもそも不法行為っていうのは故意または過失があることを前提に損害賠償責任を負うって話なんですよ。つまり故意、過失、どちらもないというのであれば損害賠償責任を負うことはありませんので、今回の問題は丸になるということです。で、2番ですね。罰則です。宅建業法の罰則です。宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示、これは誇大広告に当たるんですね。で、誇大広告やってしまうと監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または陛下っていうのはこれどっちもってことですね、に処せられることがあります。なので今回の問題は丸になるということです。
で、この罰則についてなんですけども、これ覚えるの正直大変なんですよね。で、個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしております。これも受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、ご確認いただければと思います。で、問い3ですね。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における、宅地の所有者、管理者、または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われる工事の状況について報告を求めることができる、丸か×かという問題です。答え、丸ですね。まあ、今回の問題は正しい記述なんで、そのまま覚えれば大丈夫です。知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、または占有者に対して何を求めることができるのかについて質問しています。で、何を求めることができるかっていうと、宅地の状況とか、宅地内の工事の状況について報告してくださいということを求めることができます。まあ、これはそのまま覚えておきましょう。そして、先日開講した短期講座の最安値価格は、本日の24時まで、これで終了となってしまいます。明日になると値上げとなりますのでご了承ください。短期講座の解説には、理解すべき部分まで記載してあるので、調べる内容は少なくなります。なので、無駄のない、効率的な勉強を実践していただくことが可能なんですね。なので、今からでも十分合格できますんで、絶対合格したい方は、短期講座ご利用いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。短期講座、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。今年の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。